はい、えー。アンケートありがとうございます。2016年8月25日8時11分、8時11分、まさひとさん。吉谷社長に聞いてみたいこと。社長さん、鹿児島に来されるんですね。九州に移住することも視野に入れていたので、どんな暮らしぶりなのか、魅力はどんなものが気になるところです。なるほど。ネットで稼ぐなら、海鮮さえ通じれば田舎でもいいなと思っていたところでした。移住先が稼げるようにな,なるのかが先か、ネット 人とかネットで稼げる自分になろうと思うのです。九州はなんとなくですが、魅力を感じます。ということでなるほど。えー、っと九州に移住を考えてたということで、まあ、僕もですね。あのまあ、鹿児島に行く理由いろいろあるんですけど、まあ、そもそもあの出版記念で九州回った時にまあ、九州自体がめっちゃいいなと思ったんですね。まあ、水も美味しいし、料理もうまいし、空気も美味いし、全部良かったんですね。 でその中でも、まあ、物件とか、まあ、いろんな絡みがあって鹿児島になったんですけどあのー、これはですねえっ、ー、と移住か先か稼げるようになるのかが先かなんですけど住みたいっていう気持ちがあるんだったら移住するべきかなと。うん。稼いでからではなくて自分が住みたいと思うんだるならば移住した方がいいと思います。なぜなぜらばあのー 本当に僕、今回物件探してて思ったことが、めっちゃ安いんですね。まあ、今どこに住まれてるかわからないんですけれども、東京、僕今、東京でこの事務所でやってると、えー、ここは家賃が8万、8万数千円なんですね。で、プラス駐車場が4万ちょっと。で、あとは、もろもろネット回線とか、 あと水道電気ガスとか全部入れると多分16万ぐらいなんですよ多分16万ぐらいかな15から16ぐらいだと思います全部入れる駐車場も全部入れるとはいでも今回鹿児島に、えー、新しいああの事務所は家賃がですね4万2000円ぐらいです家賃4万2000円で、えー、駐車場も無料ネットも光回線で無料と4万2000円で うん、めっちゃ安いんですねしかもあのあそう新築なんですねしかも新築新築で4万2,000円で駐車場無料ネット無料光でだからもうコスト的に言うと田舎の方が絶対安いはずなのであのまずは田舎でこうやってもいいかなっていうで 正直、まあ、アルバイトぐらいは、すいません、もう、あの、言ってないんで分かんないですけど、アルバイトぐらいは多分、どっかしらあると思うんですね。だから、4万円ぐらいだったら、アルバイトしたら稼げるじゃないですか。うん。まあ、ちょっと、すいません、あの、向こうの賃料、そこまで、じゃあ、鹿児島のアルバイトが、深夜のコンビニやって、やってでも700円とかないと思うんですね。少なくても1000円ぐらい、もしくは900円強、今日。 深夜のコンビニでも出ると思うんでうんじゃあ深夜のコンビニのバイトして4万以上稼げますよね絶対にうんだからまあ僕はそのバイトしながらネットビジネス学んでもいいかなってまあ結局その住みたいと思ってるんだったら住んだ方がいいんじゃないかなっていうとこですねうんまあそもそも住みたいっていうことだったんでうんまあ僕はあの田舎東京より田舎の方が好きなんでうん まあ僕の場合はまあ10年やってきてるので、まあ、ネットでどうやって稼ぐかっていうのは知ってるしやってきたので、まあ、特に問題はないとは思うんですけど、ただまあ全く知らない土地でやるので、まあ、今後その鹿児島からいろんな情報を届けて、鹿児島のいいところとかね、いろんな風景とか動画で撮ってお届けするとは思いますけど、やることは変わんないんで、まあ、本当にネットあればどこでもできるかなっていうのが。で僕全国セミナーでいろいろ全国回ってるんですけれども、えー まあその時もパソコン1台とスマホ1台で仕事やってるんですよ。じゃあ仕事何やってるかっていうとまあそこの風景を写真撮ってインスタグラムアップしたりだったりとかメールマガやったりとかまあ基本ノートパソコン1台あればどこでも仕事できるんで,でこの前びっくりしたのが、えー、道の駅めっちゃ、ま、あの田舎の道の駅で僕駐車して休憩してたんですけど道の駅にも。 フフリーワイファイァがありました本当にクソ田舎の道の駅だったんですけど道の駅に止めたんですけどフリーワイファイがあるっつってそ,そこで仕事してました道の駅田舎で山の中の道の駅でしたけどフリーワイファイ飛んでてそこで仕事してメールマガ書いてましたフェイスブックの記事書いてましたうんだから本当ネット回線今どこでも結構ありますしうんだから住みたいんであるならばもうさえ住んじゃえばいいのかなと思いますなぜならば固定費がめっちゃ安いしうん たとえネットで稼げなくてもバイトしてなんとかなんじゃないかなと思います。で、あとは、やっぱそのバイトだけの収入じゃやっぱ足りないので、あのー、時間作ってネットビジネスめっちゃガチでやるっていうところですよね。うん。はい。ということで、まあ、ぜひですね、九州はめちゃめちゃいいと思いますので、ぜひ、まあ、お越しいただければなと思います。まだ九州まで行ってないですけど。はい。えー、アンケートありがとうございました。